届くかな。あー無理、あちょっと待って、これやばいかも。ジャスト、あぶねー、危ねえんだから本当に。ちょっと待って、ジャスト、あー今いい、いけるいけるいけ、よっしゃ、フォークがドリームで、マジ避けられる。まずジャストの通常でこれね押し出せるんですね。通常押し出しあるのいいよねこれね。あ今回してたっていうことは、お兄ちゃんバイバイ、はいオッケーで、こっからガトリングダメージに、はいオッケー。はいどうも皆さんこんにちは、おさかちゃんです。今日はねルフィの誕生日記念ということでルフィ祭りね、はい、やっていこうかなと思います。まあ皆さんご存知の通り、もうあのルフィの誕生日はとっくに過ぎてるんですけども、まあ今更になってね、はい、まああのルフィをね祝おうではないかということで、まあ今回ねルフィ祭り開催していくんですけども、そんなねルフィ祭りに参加していただけるルフィ君たちを、はい、今から紹介していきたいと思います。エントリーナンバー1番、海賊同盟ルフィ&ローということでね、はい、ルフィローくんが第一戦目、現環境ロジャーがいるね、この環境で一体何ができるのか見物ですね。はい、じゃあ続けてね、エントリーナンバー2番、エッグ&ルフィ、エッグ&ルフィって何そんな間違いするやついるかよエッグ&ルフィって何、卵ですか、卵とルフィなんですかね頭の中にルフィローがずっといたんだね多分ねはい、ということで2戦目は、まあ、今回新しく登場しました、グルフィーを使って頑張っていきたいと思います。まあエッグルフィーに関してはね、まあバシバシ旗抜いて、うん、まあ玄関くんでも全然戦えるんでね、はい、そこをね、まあ、皆様にお見せしていけたらいいなと思います。はい、じゃあ続けてエントリーナンバー3番、海賊を夢見る男モンキー D ルフィということで、はい、3戦目は夢ルフィが登場しますね。はい、まあ夢ルフィに関してはね今回ね復刻が来たと思うんですけども、まあ今の現環境でもね、まあちょっとしんどいところはあるんですけども、まあ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 いけるかな、はい、っていうところで、あ、わしわし縛いていこうかなと思います。はい、じゃあね続いてエントリーナンバー4番、鬼ヶ島打ち入りモンキー D ルフィということで、鬼ルフィがね、はい、4戦目に登場するということで、バシバシね旗を守っていきたいと思います。じゃあ続けてエントリーナンバー5番、ギアフォーススネークマン。まあきついっすよねスネークマンねまあでも通常のリーチはねロジャーに増してる部分があるんで、まあそこら辺をちょっと駆使して、はい、頑張って旗抜いていきたいと思います。そして大トリを飾るのがこの男、ギアフィフスモンキー D ルフィ。はい、ということでね最後はきっちり2課でね、はい、締めていきたいと思います。はい、総勢6人でルフィ祭り開催していきたいと思います。で1本の動画にするとちょっと長くなるんで、1試合目から3試合目が今日前編として出して、で明日ね続きの4戦目から6戦目を後編として出しますので、皆様よかったらチェックしてください。はい、ということでねちょっと説明の方が長くなってしまったんですけども、早速リーグの方に潜っていきたいと思います。それではリーグの方にレッツゴー。はい、1戦目よろしくお願いしますということで、ルフィローくんやっていくんですけども、まああのねルフィローに関してはラジオナイフでね、あの回復不能を入れて、で回復の入れたらこっちね回復なんで、はい、でシャンブルズ&レッドホークでロジャーを剥がせるというところで、まあちょっとそれをねちょっと活かしつつやっていきましょうか。はい、で結構ね陰キャラジオナイフが刺さるんすね。はい、ちょっと待って、あー痛い。まあそれぐらいだったらまあよしとして、でこれ取り終わりの、シャンブルズで、あいいね、ナリカブラも当たったんじゃね。あ待って、危ない。はいはいはい、ラジオナイフ、はい、これで回復のはついてるんで、救いやれるんじゃないですか。あーでも待って、燃焼は入れないでほしいかも。あ、オッケーオッケー、ナイスナイス。じゃあさ、トリコ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 、あっち握ってるっしょ。でここ取れるやん。え、ゴドリじゃん初手ゴドリ熱いね。いいね、あのロジャーさん。ちょっと待ってね、俺めっちゃいやらしいことするね。ここ、いいね、いいダメージ、いいダメージからのからのシャンブルズ、いけ、よっしゃ。いやこれっすわルフィロ、マジで。いや懐かしい、これやってたなやってた昔もう記憶が蘇るねこれね。で待って待って待って、ね、待ってね、落ち着け落ち着け、ちょっと待って、ここはい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 、いいね、回復もできるからねラジオナイフ当てると。まあこれがいやらしいんですわ
で、ロジャーさん回復のついてる。はいはい、そんなのは大丈夫、無敵ですか。はい、ジャストの、ワン、ツー。はい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 。からの、ワンパン。待って、なんでバリバリがいるんだろうか。なんでバリバリか。ここから、アイワンパン。気持ち、気持ちよすぎる、このキャラ。ちょっと肉肉、肉が欲しいね。さすがにね、回復してね。さあ、戻ろうか。待って、ロジャーが走ってきた。ちょっと待ってな。一旦回復のそっち入れて、ジャスト。はい、オッケー。で、これワン、ツー。あ、さすがに無敵あるよな。そうだよな。新品ロジャーさんですね、これね。ちょっと待って、一旦シャンブルズ剥がしといて。ただね、これ火力がありすぎて全部回復されるんだよね。どうしよう、ちょっとゾロ怖い、ゾロ怖いです、ゾロ怖いです。まあ、回復のついてるんで、あ、そうですよね、やれますよね。ナイスです。ナイスです。ちょっと待って、これは、あー、そっち行っちゃった。行って、待って、体力1。ちょっともうちょっとブースト来るから。やばい。いや、体力1でもロジャーを倒したい。倒したい。ジャスト、はい。通常、通常、通常、通常。あ、危ねえ。危なすぎる。ちょっと待って、これ取り終わりにいいですか、さすがに。さすがにこれ取り終わりで。一旦フェイクを入れます。はい、避けます。ラジオ内部当てます。はい、1オッチですね。1オッチですね。これ届くかな。あ、無理。あ、ちょっと待って、これやばいかも。ジャスト、あ、危ねえ。危ねえんだから、ほんとに。ちょっと待って。ジャスト、あー、今、まあ、いけるいけ、いけ、よっしゃ勝ったいや、ルフィロー強いんすわ、マジで。これ抜きます。あっち取ってるよね。オッケーオッケー。じゃあちょっと待って。待ってね。これは下ですね。はい。下に行きますね。で、ゾロくんがいる。まずラジオナイフで、ワンパン。はい。ありがとうございます。はい。これ抜いてください。はい。これ間に合うかな間に合うかなあー、無理。あー、無理かー。まあ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 、でも、頑張ったと思わん。3分耐久やで、ルフィロ。はい。ってことで、中村皆さんありがとうございました。次の試合行きましょう。はい、2戦目よろしくお願いします。ということで、エックルフィーですね。使っていきます。はい、100レベルです。はい、ということで、まあ、一応ね、気絶短縮入れてます。エックルフィーにもね。まあ、さっきのルフィローにも入れてたんですけど、まあ、カムサリがね、ちょっとね、遠距離からっていう攻撃なんで、ちょっとそれ当たったらちょっと厄介なんでね、一旦ね、あ、危ね。危なかったね、今ね。はい、気絶短縮入れて、まあまあまあ、その後なんとかできるかなっていうところで、まあ、ちょっと一旦これ抜いて、エックルフィの強いところがね、旗に飛べるところだよね。まあ、敵がいないね、旗に向かって飛べる。これさ、一旦飛んでいい、ちょっと待ってな。ホークガトリングで、嘘、マジ避けられる？待って、ジャストの通常、通常、通常ね。これね、押し出せるんですね。通常押し出しあるのいいよね、これね。はい。で、これね、お兄ちゃんとやってらんないんで、ぴょん飛んで、これ 1.5 ね、減らします、減らします。でも相手ね、相手にも 1.5 の旗もないので。ないのでね、はい、ここ抜きました。真ん中ちょっと取り行きたいね、これさすがに。1.5 貯められる前に行きたい。あ、ナイスナイス、ロジャーさん、いいね。いいよいいよ。ちょっと待って、落ち着いて。はい、ここからホークガトリング。はい、決めていく。で、ちょっと待って待って待って。これは、キドロと一緒に共闘を、危な、したい。で、ちょっと待ってね。これは、どうしよう。これは、どうしよう。ブースト来てるから、いけるやろ、いけるやろ、いけるやろ。オッケー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 。で、んでですよ。ちょっと待ってくださいね。待ってくださいね。これ一陣がそろそろ開くんではなかろうかというところって、飛びたいんですけどそろそろ。飛びたいんですけどそろそろ。ちょっとなかなかね、警戒してるんかな、俺のこと。うぃ、飛びます。はい、飛ります。これね、いけるね。軽々相手だったらね、まあ、旗の内にいれば死なないんで、死なないんで、うい、はい、死なないんで、死なないんで、で、これジャスト入るよ。ほんで、一回飛びたいな、ここら辺で。いやー、わかってたけど、回避ねー。やばい、ちょ、これ取られるかな。いや、あーぶねー超ミリ。いやでもね、この機能力は強いわ。やっぱね、飛んですぐ旗握れんの強すぎ。はい、仲間の皆さんありがとうございました。登録よろしくお願いいたします。それでは後半戦へレッツゴー。はい、3戦目よろしくお願いします。ということで、この試合はユメルフィーさんが、はい、登場しました。ということで、最近ね、復刻来ましたよね。みんな引きました？僕はね、まあ、一番最初の頃ね、ユメルフィーが出た時に、はい、引いたんですけども、まあ、素材出すのにね、あ、25万ほど、かかったんですけども、まあ、悪夢と。こいつに関しては、悪夢ですね。本当に俺の中でね、マジ唯一ね、唯一ではないか。唯一ではないけど、まあ、でもね、バウンティーやってて、素体出すのにそんなかかったキャラはいない。さすがにね。さすがにいない。だからこいつはマジ俺の中で悪夢なんですけど、まあそんなね、
悪魔ルフィ、あ、間違えました。夢ルフィね。はい、使っていくんですけども、まあ、現環境でもね、やれることはあると思うんですよね。吹っ飛ばしもあるし、振動もあるし。で、一旦これね、旗握って吹っ飛ばせばいいんで、こうやって。で、スネークマンのガトリングに関しては最終段吹っ飛ばしなんで、で、今回復してねえや、今回復してたでしょ。だからこれ当たるんですね。はい。で、まあ、これでニカちゃんをちょっとね、援護しつつ、ただでもね、スケールがめっちゃ被ってんな。ごめんな、なんか。ね、一旦ね、もうキングコングガンを溜まってるんで、ロー君に向かってですね、これは。はい、オッケー。で、ちょっとあれはね、ニカちゃんやってくれるでしょうよ。うん。で、これは待って、ガトリング溜めずに最終段が当たるよね。はい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 。いいダメージじゃないこれ、結構。一押ししてんのかなあれ。どうだろうかね。で、まあ、ブースト来るんで、まあ、攻めるどうする、いや、まあ、でも、守りでもいいと思うけどね。こんだけディフェンダーいたら、俺以外ディフェンダーだもんだって。はい、これでロジャーワンパンね。で、赤郎くんは、まあまあいいや。白ひげ後ろにいるのでいいや。全然ね。で、ちょっとブーストもちょっと終わるんで、相手ブーストが来るからさ、そんな攻めなくていいと思うけどね。白ひげちゃん、大丈夫か大丈夫か、あー、息子と勝負してるのね。オッケーオッケー。まあ、そいつ、俺の兄ちゃんなんですけど、まあ、そいつ、俺の兄ちゃんなんで、ちょっとね、お手柔らかにお願いしますよ。大丈夫か大丈夫か、白木ちゃん。ちょっと待って、こっからの、いけ、あははは、気持ち、あ、痛い、なに、あ、スキルなくなってるんだけど、はは、鬼ルフィの、覇気を体に、ってやつね。はいはいはい。とりあえず、いいね、いいね。ちょっと待ってな。さっきからめっちゃお仲間さんとスキルがどんがぶり。ごめんな。本当に。あー、これ、避けられた。オッケー。じゃあちょっと一旦こっち二人来てるからさ、こっち行こうか。で、どうしようかな。クイーンと、山ね。あ、吹っ飛ばしちゃった？オッケーオッケー。で、ちょっと待って。スネークマンなんだよな。山やったって。そうだよね。山だって吹っ飛ばし回復だもんね。一旦気絶入れる？いや、ダメだ。これクイーン全回復やん。いいね。マジで意味ね。ちょっと待って。待って、痛い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 。やめて。やめてよ。あ、お兄ちゃんになってる。お兄ちゃんやめて。やめて。僕はあなたの弟なんです。やめて。あ、今返してたということは。お兄ちゃん、バイバイ。はい、オッケー。で、こっからガトリング溜めずに。はい、オッケー。やつね。マジで。火力だけはマジ一丁前だからね、この人ね。まあ、悪魔なんですけど。カイドウはあれ飛びそうだよね、がっつり。まあ、白ひげいるけど、一応見る？一応見るか。じゃ、一旦解除しといて。で、まあ、隙を見て、キングコングガン！はい、オッケー。で、通常、通常、通常ね。はいはいはい。まあ、通常で追い気になるんでね、もう。もう火力はぶち上がってるんで。はい。で、あれロジャーかな。まあ、あれいけるかな。あ、無理や、ダウンしてるやん。まあ最後閉まらなかったですけど、まあでも強いっすよね普通に。なんでまあ持ってない人は、まあ引いた方がいいとは言えないんですけど、まあまあまあルフィ好きなら引いてもいいんじゃねっていう感じですね。はい。どっちでもいいと思います。はい。ということでね、今日の動画は以上になります。また明日ね、後編の方が出ると思いますので、そちらの方もチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さんバイバイ。じゃあな。